はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、やっと朝になりました。はい、やっと朝になりました。見て、夜のうちに、ちょっと周りの木をね、ちょこちょこっと買ってですね、壁を作りました。じゃ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 ん。はい。で、トレーダーにもちょっと行きまして、いらないものを売ってきたんですよね。うん、ただまだいらないものがあるんで、もう一回行こうと思ってるんですけど、あのね、ヘルメットライトが売ってたんで、トレーダーね。トレーダーちなみに24時間営業です。はい。ヘルメットライトが売ってたんで、ヘルメットライトが欲しいなと思って、ただね、夜行った時は、ちょっと足りなくてお金が買えなかったので、まだね、これ、もう暗視スコープも売っちゃおうかなと思って、暗視ゴーグルもヘルメットライトあったらいらんでしょう。あの別にあの、ね、あの、なんていうの、影に潜むじゃないけど、隠密的なことやらないんで、私、堂々と行くんで、別に明かりがあればそれでいいやみたいな感じですけどね。はい。で、夜のうちにね、ちょこちょこあの辺の木とかね、ちょっと2、3本あの買ったんですけど、夜はね、ゾンビ確かに、湧いたんですけど、幸いですね、めちゃくちゃな数が攻めてくるわけでもなくですね、1体ずつ来るんで、まあ、なんとなく倒せましたね。うん。この辺、ファイブバトもいらない。スレッジハンマーもいらない。そしてこれもいらない。アンシゴーグル。捨ててしまおう。はい。で、ヘルメット、あれが採掘、なんだっけ。あ、これ採掘ヘルメット。これ買おう。あ、買えない。え、900、あ、惜しい惜しいもうちょいじゃないか。包帯売れる？惜しいな、あと60円だ。惜しすぎる。どうしようかな。クロハンマー売るか。いや、惜しかったな。もうちょっとだった。じゃあまあいいけど、他の、ただのライトだけも売ってたんですよ。これ。これにするかもしょうがないから。採掘ヘルメット欲しかったけど、これにするかは我慢して。で、これと、釘を買うか。釘。10個で30円もすんの。240、50、80本、釘80本買うか。金なくなっちゃうけど、うん、そうしようよし、これでストレージが8個作れるという感じですね。このパッド入りフードにもしょうがない。あのヘルメットが欲しかったけど、そのうちどっかで拾うでしょう。ということで、こうしようかこれで一応ライト、あ、オッケー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 、よし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 。あ、クエスト受けるか。ちょっと待って、なんかね、パッと見ね、なんか近くに大きい建物しかないから、あのダクトテープをね、また探してるんですけど、あ、ゾンビ来たね、後ろから。隠された補給品、ゾンビ一掃回収とか、この 170m、 この辺受けたの。ゾンビはやっぱりウェーブシステム使ってるっぽいですね。なんかゾンビ、ね、ほら、一気に攻めてくる。一気に攻めてくる感じ。おう。ゾンビのスポーン制御がなんか変わりましたからね。昔と違って、単純に増やすことができなくなったと、なんかで見たことがある。うん、間違ってたらごめんなさい。よいしょ。よいしょ。OK。この辺のやつもやっとくか。なんか大きいのと小さいのがいるんですけど、その辺はランダムっぽいですね。なんかね、大きい方がやっぱ強いような気がする気がするだけだけど、レベル上がった。レベルは結構上がりますけど、確か150にしてたかもしんないね。うん、元々の設定が、元々の最初なんだかわかんないけど、あの、うわ、バニラのさ、データを書き換えてるからさ、そのまま残ってんだよね、結局ね。あの、経験値の設定とかがね、うん。多分確認してないけど、150になってたかもしれない。よいしょ。これ作ろう。8個。あ、6個しかできない。なんで、木がないのか。あ、木が足りないのか。木狩るか。いやー、ストレージはね、ほんとすぐいっぱいになっちゃうね、これ。スタック数が少ないんで、これ使ってみるか。あ、そうそう、水分値回復してるでしょ、これ見て。水分値がね、いや、一応ね、
夜あの水分が糖度ゼロになりまして喉が渇きすぎてね、もうないから、でゼロになったからもうこれはしょうがないなと思って諦めて、ビタミン剤を持ってたんでビタミン剤飲んで、そして泥水を飲みました。もうしょうがないと思って泥水をね15本ぐらい飲みました、うん、そしたらもう一応、まあ、マックスまで行ったんですけど、とりあえずねひとまずね、うん、まあそれでなんとかなりました。で鍋とかがね、鍋とかが結局拾えなかったんで、でこれはもう炉でね、フォージで鍋を作るしかないなと思って、フォージを作れないか見たら、ダクトテープがあと2個あったら作れるんですよ、材料的にはね、うん、なのでダクトテープをまた探しております。はい、再びダクトテープを探しているという感じですね。じゃん。なので、さっきのクエストを受けたんで、どこだろう、あそこか昨日行ったとこだな。何回でも行きましょう。はい、何回でも行こうじゃないか。で、ちょっとストレージここに一旦置いて、8、クラフト早い、1,2,3,4,5,6,7,8 と、あ、これでいいか。ちょっと後でこの辺はまた分別しておきましょう。はい、ただもうここ、まあでもちょっと一回やった方がいいか。ちょっと整理するのでお待ちください。もう入らなくなってきちゃってるね、いろいろね。はい、できました。持ち物的にはこんな感じですね。マグナムと9ミリ弾と石と木を持って、これ修理用ね。で瓶はちょっと水がもしあったら汲もうと思って瓶持ってきます。はい、ということで、昨日やったところだね。あそこ多分ね、俺ショットガンの弾をさ取り忘れてると思うんで、それ取ってから一応クエスト始めるか。あのショットガンの弾多分取ってないよね、あの裏のさガレージにあったやつ取らなかったような気がする。多分取らずに閉じちゃったような気がする。ここに入ってたやつ、あ違うか、取ったか、こっちか、あ違うか、ちゃんと取ったか、ちゃんと取ったみたい、気のせいでした。あこれよし、じゃあやっていきましょうか。昨日もやったからね、これ楽勝でしょ。よっしゃ、じゃんここもまた復活したでしょ、これね。でん、 OK、 針と糸針と糸は、まあ使うっちゃ使うけどね、マジいらないといえばいらないんだけど、バカ、じゃじゃん植木を、あグル、早速グル拾った。まあ一個じゃダメなんだけど、出てこい。お、やるね。こけなかったね。えらいね。もう一匹いるでしょ、こっちに。いないの？あ、いないのか、今回は。あ、今回はいないらしい。いない時もあるんだ。よっしゃ、やってるか。瓶、あ、植木をね、確実に拾っていく。植木もね、なんか、分解したらさ、土になるからさ、多分、なるよね。確認してないけど。普通なるんだけど。なるよね。なるよね。なるよね。ということで、豆に拾っております。穴掘るより楽だから、買い出した方が。はい。ということで。ああ、そこはまた、こないだもいたね、そこは。ここは何もないんだ。さあ、来い。よいしょ。あ、ガードしやがった。OK。やっぱゴミ箱にグルー入ってる。あ、やった、コーヒー入った。ありがてえ。ありがたいね。またなんかクエスト拾いましたね。あ、こん中に今回は、カバンと。はい。OK。あ、鍋入ってた。やった。やったね。鍋拾った。OK。OK。もう、またこれちょいちょい拾うね、これね。サバイバルノート。うん。クエストだよね、多分ね。待って、水も拾った。素晴らしい。椅子は分解だな。水拾った、ありがてえ。水はありがたいですね。はい。包帯、包帯いらないんだけど、別に。苦肉もいらないんだけど。パカン。じゃじゃん。オッケーオッケーオッケー。あの、レンチのね、レンチのレシピを解放したので、スキル上げてね、レンチも実は作れるんですけど、やっぱね、ダクトテープがいるんですよ。やっぱりダクトテープがいるの。
だからね、鍋で作れるよね、多分ね。グルー、接着剤。あれ誰もいない、珍しい。あれ誰もいない、あ、いた。上にいた。落ち方よ、お前。残念、向こう側だった。なんで寝てんだよ。なんでしゃがんでんだ。オッケーオッケーオッケー。服は売れるかな？売れるんなら持って帰る。売れるね。持って帰るか。解体できないけどね。売れるんなら持って帰る。ブーツはね、買ってくれなかったんだけど、なんか。ブーツ一回持ってったらさ、もう多分3つあるのかな？在庫が。在庫があるからか知らんけど、興味がないとか言って買ってくれなかったんだよね。残念ながら。オッケー。じゃあ上がっていきましょうか。どう？どう？セメントとかもね、ゆくゆくは。あ、まだこれ、あ、これ売れた。これ結構ないい値段で。バカ？誰もいないんだっけ？あ、ここはいるよね。あ、ここはいるよね。近いね、本当に。近いね。どうした？急に元気になったな、急に元気になりましたね。ここにも、あー、これは、まあ、いらないか。この辺壊せるんだっけ？壊せないか。あー、まあ、なんもないな。多分なんもないね。この裏もないんだっけ？ないね。ないね。はい、じゃあ、上がっていきましょうか。とうとう。よいしょ。よいしょ。鳥の巣とかなかったっけ？これ。ないか。ないか。スタミナ、あ、スタミナバッチリあるよ、今日は。とう。バッチリありますよ。とう。堂々と降りていく。よしよしよし。前回はね、スタミナがなかったから、上からちまちまやりましたけど、今回はあるからね。よっしゃ。普通の包帯はいらないんだが、あ、これ着用ですね。これ着用しよう。ゴシックブーツよりは、ゴシック、あ、そうか、でも寒さとかはあるのか。確かに。シャムチャウダーありがてえな。うん、アーマーチはないんだけどね、これね。よっしゃ。こっちの方がいいかな。これも一応拾ったんだけどさ。これ。あんまり変わんないか。弱いな。壊れそうだからひょっとして。これ直せる？直せない。修理キットがないからか。弱いね、これ。16ダメージ？あ、それぐらいしかない。石斧とか、あ、ブランダーバスター、やった。まあ、ブランダーバスターじゃねえ。パイプショットガンだ。やったね。ささ、よし、帰ろう。まあ、収穫があった。グルーが、あ、じゃ鍋だね。やっぱでかかったのはね。鍋でかいね。鍋でグルーが作れるかどうかやってみたい。うん。霧がすごいけど。グルーが作れるんだったら、もう一気にレンチも作れるし、で、なんだっけ？炉も作れるし、レンチも作れるってことはワークベンチも作れるから、一気に進むよ、なんかちょっと。一気に進みますよ。バカ。行ってきたで、おっちゃん。モロトフ欲しいかな、ちょっとね。ショットガンシェルでもいいけど。ショットガンシェルにしようか。パイプショットガン拾ったから。よし、OK。とりあえずまた来るわ。あ、待って、売りたい。売りたい。この辺の服の数々を。これダメなの？あ、これダメなんだ、やっぱり。これ売れるよ。これ売れる。鍋は売らない。鍋は売りません。この辺は分解だな。よし、帰ろう。ここさ、思ったんだけど、自販機がないんだよね。自販機がないからさ、ここ。自販機がないからね、不便なんだよね。なんか買おうと思ったけどさ、自販機なくて買えないんだよね。これ。これ、ここ叩き割ってさ、このガラス、レジ漁るとか、漁れないのか。漁れないんか。これ石なんだよね。まあいいや、帰ろう。とりあえず、グルーが作れるかどうか確認しましょう。鍋使ってね。グルーが作れれば、もう一気に、
夢が広がるんですけどビーカーがいるとか言われたらダメなんだけど、ビーカーいるんだっけ、鍋じゃダメなんだっけ、鍋じゃダメですかっていう話だけど、鍋これあ作れる作れる作れる、ただお湯が作れないんだよね、残念ながらね、お湯作れないんだよねこれね、レシピこれいろいろ作れるんだけど、これで解体するとどうなんの、まあいいや、とりあえずグルーを、接着剤を作りたい。俺は調理鍋が必要です。これだと一緒か、接着剤、これはトウモロコシの方、トウモロコシでもできるんだ。え、これでもお湯が作れないんだったらさ、ダメじゃねっていう気もするけどね。ねえ、まあとりあえず1個作ろうあ、2個作れんの、やった、あ、一級に2個できた2個できるんだ、おお、なるほどね。3個だと余分はない、あ、余分にあったかな、余分はないんだよね残念ながらない。これダクトテープが1個は作れるってことか。ちょっと水汲んでくるか、やっぱり水、水、ちょっと待って、でもさ、これのレシピでお湯はなかったような、ないよね、これのレシピで紙作れるの、すごいね、これのレシピでお湯はないんだよな。これはワークベンチじゃないと作れない、あ、厳しいね結局作れないじゃんね、結局作れないということになってしまった、お湯が作れないから、マジかマジなのか、ここでやったら出るとか、出ないね、検索したら出るとか、お湯待って、お湯、あ、検索しても出ないんだ、検索しても出ない、お湯作れなくなってんだ本当に、あ、本当に作れないんだ、マジかマジですか作れないのに材料としては存在してるのね、そしてルートとしては存在してるのか、ちょっと待って、でも粘着剤の材料が、粘着剤作ろうと思ったらピュアミネラルウォーター、ピュアミネラル、ピュアミネラル、お湯、お湯、お湯、そうか、お湯か、水が絶対いるんだ、ミネラルウォーターが。でもあのワークベンチじゃないと作れないから、そう考えるとどうすればいいんだ、これどうするのが最適だ、ワークベンチを先に作った方がいいのか、ダクトテープがあればよ、あ、でも連鉄がいるからダメか、待てよ、レンチを作るにはダクトテープが2個、あ、結局ダメだなダメだわと、一気に進むと思ったけど全然ダメだわ、全然ダメだった。なんてことだ。ぬか喜びだった。完全にぬか喜びだった。マジか。いや、進むと思ったんだけどな、今。まあ、しょうがないですね。じゃあ、ちょっと次の方針をまた考えときます。というわけで、今日はこの辺にしておきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。大神さんでございました。またね。